フォトアドバイスチャンネル、はいはい、フォトアドバイスチャンネルプロフォトグラファー中村道人です。はい、 MC の中島あずさです。よろしくお願いします。さあ、今回は「鎌倉殿の13人」シリーズ、千葉行ってみたいって言ったじゃないですか。身近な風景っていうのはフォトアドバイスの講座があるんですよ、はい、それでなんか身近なそのね、ものをね撮ろうっていうのがあるんですけど、うんうん、千葉は身近かどうかっていうのはまあ人によりますけど、ただほら日本のそういうね自分の身近なところで観光地とか有名地じゃなくて、うんうん、静かな町とか、里山とかいろいろあって、そういうところでちょっとスナップ写真を撮っていくとどうなるかというお話も含めて、はい、ね、ちょっと行ってきました、はい、でですね、今回行ったのは千葉県の鋸南、鋸南っていうところで石橋山の戦いってやったでしょ、言ってましたね、チャンネルで、はい、で船で逃げたって言ったじゃないですか、その船で逃げてきた先です。で、まあ、上陸の地というのがあって、その鋸南の、龍島っていう地域があるんですよ。龍島なんかその吾妻鏡というその歴史書にそのいろんなことが書いてあるんで、そこ龍島というところに頼朝が船で行ったよって言って、それでそれが今のその龍島というところらしいです。こういうところで、いいとこでしょ。で、日の出から夕方まで一日撮ってきました。やっぱりこれ日の出。そう、日の出。でこれね、たまたま通りかかった橋の上。たまたま。なんかいや朝日撮らなきゃと思って、たら川に町が反射してて、しかもこの山から太陽が昇ってきそうだったので、あ、ちょっとここだよと思って。いい場所ですね。いい場所だよね。このなんでもない橋の上ですよ。なんでも。はいね、ここで待ってたらこう日の出タイムで、美しいリフレクション、ね、うん、これね絶対昼間に行ったら通り過ごして終わり、うん、でなんか堤防のようにワンコいたりとか、いるんだ、そう、まあ、ワンコね、のどかな、そうそうそう、でのどかな静かなね、うん、まあ、内房ですよ東京湾のね、割と波穏やかでね、まあ、こんな波だったら船漕いで来れるかなって、まあ、ちょっと思わないと想像も楽しいね。でこれが頼朝上陸の地という、で神社がありまして、はい、なんかここの神社に、まあ、頼朝がしばらく滞在したらしいみたいなね、うん、もあったんで一応って、で、まあ、なんかこうちょっと光が良かったので、撮ったりとかして、で街中いろいろねちょっと歩いてきました、はい、散策です。いいですね、気になったものを撮ってきます、はい、ね、蔵ですよ、石の蔵好きですね、こういうの。でも鋸南は石の町なので、まあ後で言うけど、まあ、多分その石を使ってるんじゃないですか、石の町なんだ、そうなんですよ、ね、でも渋いですよね、まあまあ朝から行ってるから朝の光でね、いろんな光がね、でね、朝から行くのは大事です、光が全然違います、だからまあ朝から行ける場所というのもね一つのポイントなんですけれども、はい、まあ、日の出前から行くと、まあ、やっぱりこの日の出 この斜めの光、斜光から撮れるので、美しい光、お昼前後に行って今日は一日何も撮れなかったよとか言う方いらっしゃいますけどもまあまあまあ、ぜひ朝から、ぜひ朝から行ってみると違うかも。朝からそれでですね、まあ、これが頼朝上陸の地のね、まあ、石碑です、まあ、あんまり歴史の場所行ってるけど、まあ、歴史っぽいもあんまりとってもしょうがないんだけど、まあ、一応これ記念に ねここだぞっていうね、まあ、これはいいです、はい、で街の中で、まあ、日の出をどっかで撮ろうかなと思って、まあ、ちょっと暗いうちから、まあ、車で行ったんですけど、まあ、朝日どっか撮ろうと思って、橋渡ったら、あ、川に街の風景がリフレクションになってると思って、よしここで待とうということで選んだ場所でございます。なるほど、たまたまなのにすごくなんか ね絵になる場所です ね空が映ってたので、あと、山の上が明るくなってたので、あ、これ、ここ太陽この辺じゃねみたいな感じなんですけど、で、まあ、今ね便利なのがどっから太陽出てくるから、まあ、大体分かるので本当便利、そうそう、まあ、待ちました橋の方ね、はい、でいよいよ日の出です、はい、まあまあまあほぼほぼ ねいい感じで、ダイヤモンド知らない山とりあえずそんな有名じゃない山、ね、でこういう感じでね、日の出前から待って日の出で撮ることで、まあ本当に何でも言うけど普通の川でも、まあ、東側にね向いてると、これね岩なんです、これちょっと覚えて、これねメインの写真じゃないんですよ、面白いでしょ、穴開いた岩、なんか珍しいですね、特徴的な岩でね、浮島っていう大ボッケ、通称メガネ岩、もう一個横に本当 の島があるんですけど、へへへ、その横にこのメガネ岩って穴の開いた島があって、これちょっと面白いなと思って、まあ、一応ちょっとこういう海岸にこういう岩があるよということで、ちょっと覚えておいてね、大ボッケ、はい、まあ、この時は一応朝日がちょっとこう横から当たったので、はい、これもだから昼間行っちゃうとただ単に穴の開いた岩なんだけど、横から光が当たってサイドコーナーでちょっと岩のこうね凸凹が映るので、まあ一応撮ってきました、はい、でこれですよ、まあ、神社、まあ、神社はね絵になりますね、光
光が来ると、綺麗ですね。あのシデっていうんですけど、このね、あのもしゃってきたそうそう、もしゃ、まあ、ここに頼朝のね、まあ、ちょっとゆかりの寺というか、まあ、たまたまとここも通り、うん、あの過ぎて調べたわけじゃなくて、あ、そうなんですね。で取って後で神社はと思ったら神明神社つって、上陸後の頼朝がしばらく滞在した場所が引き寄せられる、ゆかりの地を言ってるわけですね。それでですね、はい、次蔵ですね。これも、はい、あの、まあ、全部たまたまなんだけどたまたま歩きましょう、そうですね、歩きましょう、ね、歩くと素敵なたまたまに出会える。そうそうそう、 朝歩きましょう、眠い、朝歩きましょう、はい、で朝歩いてたら蔵があったんですよ、うんうん、ね、石の蔵ですよね、うんうん、石の町なんですよ。あの石切り場があったりとか、うんうんうん、石の町ですね、はい、奥州石っていうのかな、奥州石、うん、だと思います、うん、あの分かんない、あの、ね、穴も何もなかったので、うんうん、あの、まあ、多分人のね、まあ、そうそう、石だし、うん、まあ、土地柄、ね、うん、石の町だし、でそれにちょっと朝日が当たってこういう感じでね、まあ、これ部分的に窓の部分を取ってみました、うんうんうん、でちょっと前景もありますね。おでこれもね、日がこっちから当たってるので、まあ、コントラスト強くね、うん、青空で、まあ、両方撮っておくといいと思います。パキッとしていいですね、うん、そうですね、うんうん、まあこうやって朝早くから知らない街を歩いてきても面白いと思うよ、うん、確かにね、これって目的じゃなくてね、そうそうそう、宝探しですから、宝探しというか、まあ、いいね、このシリーズはそう、何が出てくるかわからない、まあ、半分ロケ派、あ、なるほどね、そう、半分ロケ、これもう一回行ったから、うん、あ、ここにこれがあるってもうこれにちょっとインプットしたじゃないですか、うんうん、自分の中にね、これでまた何かあるともう、あ、ここ行けばなんか取れるって分かるじゃないですか、はい、の積み重ねです。自分のロケハン地図的なね、そう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 、ね、ロケハンも大事です、ね、そうです、はい、はい、うん、でちょっと続きいきましょうか、おうおう、ね、ということで、ね、ローカル線でですね、街中いいね、このなんか春のいいですね、なんか暖かさを感じますね、うんうん、花粉がすごそう、花粉はね、そうでもなかった、あ、いいね、うん、あら、ね、で綺麗な菜の花咲いたりとか、このね、土手沿い綺麗なんですよ、いいですね、街中のどかなね、うん、感じでね、誰もいなくてね、ね、ね、すごい手入れされててね、ほうほうほう、で、あの桜がね、頼朝桜っていうね、頼朝桜、そうそう、まあ、関桜だと思うんですけど、うん、頼朝桜っていう名前があって、うんうんうん、それでちょっとあの移動したら、この崖の上に頼朝桜、一本桜がちょうどいい感じで、このね、一本桜好きなんですよ、なるほど、確かに一本だけってすごいですね、そうそうそう、それでちょうど満開だった、それで、ラスト、海岸、本当はね、夕日が海に沈む綺麗な場所だったんですけど、うんうんうん、あのちょっと午後から雲がドドドと出てきまして、厚い雲だな、じゃあよし、さっきの、ね、メガネ岩を取ろうと思って、うん、はい、ほうほうほう、狙ってます、なるほど、ね、暗くなってから取ってます、ほうほう、でなぜかというと長時間ロケをしたかったので、はい、はこういう感じで、神秘的、うん、面白いでしょ、うん、まあ踏切で電車通ってましたけども、うん、まあ、もし電車で行かれたいという方いたら、うんうん、この駅ですね、で次にこういうね、ちょっと菜の花いい感じで、山はさっきの多分ダイヤモンド知らない山、あ、ダイヤモンド知らない山ね川も、うん、反射してた川の上流ですよ、へえ、まあ、こんな川ですよ、のとかじゃの、ね、でもすごく手入れされていて、うんうん、まあ、町の方がねすごく手入れしてるんでしょうね、で菜の花綺麗だったし、まあ、桜も咲いてるし、まあ、田園風景ですよ、うんうんうん、まあ、そういうところを、ね、スナップしながらね、まあ、風景写真としてもね面白いですよね、そうですね、うん、で桜 ね頼朝桜、まあ、一本桜ね好きだって言ったけど、まあ、いっぱいね並んでるのもいいですけど、まあ、こういうちょっと崖の上のね、うんうん、一本桜を見つけて、でちょうど満開だったので撮ってみました、でこれもね光がいいんですよ、なんか向こうからちょっと逆光遮光気味でね、うんうん、あるので、そういうの見つけたら、まあ、やっぱりね、撮っておくとねいいと思います、で最後、まあ、長時間ロケ、まあ、ちょっと暗くなってから10分かな、はい、10分、10分、うん、おでですね、まあ、この島なんか大きい方、こっちか、大きい島に神社があります、渡れないんですけど、お、年に1回ぐらいしか渡れないらしいんですけど、雪島は日本書紀にも登場するなんか伝承と信仰の島らしいです、おお、じゃあ、まあ、おいそれといけない島、そうそうそう、でその横にあるメガネ、うん、だ昔は多分一つの岩だったんでしょうけど、海の浸食で削れて、で穴も開いちゃってと、なるほど、それでカメラは、ZFC で今回やってるんですけど、ほうほうほう、タイム録音ができるんですよ、タイム録音で知ってる、え、長時間録音じゃないそうそう、長時間録音、バルブとはまた別なんですよ、うんうん、タイム録音つってシャッター1回押すとシャッターがもう開いて、そのまま、はい、開きっぱなし、バルブって指離しちゃうと閉じちゃうけど、うんうん、
タイム録音っていうのは押すともう開きっぱなしなんです。でそれで撮って10分間放置、開けっぱなしで、うん、まあ、何枚か撮っていく、だからすごいだけど、すごいね、10分ずつ5枚撮っても50分だから、あ、まあ、なかなか、ね、でももうどんどん暗さが変わっていっちゃうから、まあ、結局この写真が一番良かったです、うん、海の中だんだんにこう見えるところ、ね、そうそうそれで10分シャッターを開きっぱなしなので波がこういう風に映るんですよ、ね、いいですね、波が流れて、うん、そう柔らかい、そう流れるのがこういう風になんていうかな、うん、ね、全部長時間録音することによって、うん、こうなる、うん、あと今がちょうどシルエットになっちゃう、うん、時間帯なので、うんうんうん、望遠、ね、つけて撮りました、うん、そういうわけで、まあ、写真というのはねこうやってスナップで街を歩いても撮れるし、うん、まあ、最後こうやってちょっとね、うん、あの長時間録音とかで風景を撮ってもね綺麗ですしね、うんうんうん、あの覚えておくといいと思う、夕日が本当は綺麗な海なんだけど、はい、まあ、曇っちゃって終わりにしないで、うんうん、まあ、曇っちゃったら曇っちゃったらどうしようかなっていうことで、うんうん、違う撮り方をしていくとまた撮れてきますし、うんうん、はい、絵になるかならないかはね自分で判断してね、まあなんとかなるんですよ、なんとかなるね、夕日はね夕日でまた行こうと思うし、あとチャンネルで行った富浦ってやったでしょ、うん、どういうとこでした、富浦ってやったじゃん、桟橋があるとこ、 あ、うん、はい、あれ近いんですよ、 あの回で夕日は一応ダイヤモンド富士撮ってるんで、本当天気のチャンスが良ければ夕日が綺麗だと思います、うんうん、まあ、それはそれでまた宿題ということで、そうですね、いっぱい宿題があるからね、また次の手できますからね、まあ、そういう感じで頼朝さんがね、はい、まあ、こうやって千葉に行って、うんうん、まあ、ここで力をつけて、うん、いきなりすごい何万人という軍勢になって、うん、で鎌倉に入るんですよっていう場所なのでね、まあ、人間何が起こるか分かりませんね、まあ、そうですね、時代は変われど何が起こるか分からないのはね、うん、何が起こるか分からないということも含めてね、歴史的なその、ね、遺構を取るんじゃなくて、そういう何かあった場所をそういうのを思いながら、うんうん、巡ってみるというのもスナップ写真の楽しさ、うん、楽しさですね、行かなきゃ撮れないし行ってみると、うん、そうね、何かしら見つけ、そう見つけるということがね面白さですね、うん、はい、はい、なるほどね、鎌倉殿のゆかりの地シリーズみたいになりましたけれども、はいはい、これ最終回、まあ、まだある、いや、まだあの、ね、難しくてね、うん、まあ、鎌倉も行こうと思うんだけど、でも観光地だからね、そうなのよね、あと富士川の合戦ってあるんですよ、この後、うん、ほうほうほう、大きな平家と戦って、そのものズバリの違い、うちの父親の実家があるところがもろそこで、うん、俺が子供の頃アマガエル取ってた田んぼがそうかとか思うと、合戦してたのかなみたいな取るもあるのかなとか、あるある、被写体発見術ですって、ね、そう、ね、鎌倉、うん、含めて、うんうんうん、この歴史の何か、はい、うん、があるの場所はちょっとチャンネルでまたね、はい、やっていきたいと思います、はいはい、続きがあるかもしれないので、はい、ぜひね楽しみにお待ちいただけたらと思います、はい、スナップ写真に興味があったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします、はい、そして写真の撮り方をもっと勉強したいと思った方は概要欄より無料メール講座登録をお待ちしております。